今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。元日に能登半島地震、そして翌日には羽田空港で航空機事故と、いろいろ重なりましたよね。あれからもう1週間という、以上が経とうとしてますけれども、この羽田のこの事故は原因がいろいろ言われ始めている。この海上自衛隊の航空機の海上保安庁の航空機の、このパイロットのもしかしたら思い込みがあったのではないか、もしくは管制官にも非が認められるのではないか、まだ正しいことは正確なところは分かってませんが、あと一方では、この能登半島地震では、死者も増えていますし、ようやく先日からですね、輪島の朝市の燃えた場所ですね、ここで捜索が始まったという、でも未だに3000人を超える方が、この孤立状態にありますし、避難所で寒さの中で、本当ですよね、不安とも戦っている方々が多くいらっしゃるわけなんですけれども、そんな中ですね、森永さんも戦ったんですね。いや、そうですね、一昨日ですかね、試合があってちょっと負けてしまいまして、今ちょっと右の方が腫れてるんですけど、殴られたせいで。いやいや、これ見た感じはわからないんですが、だいぶ腫れは引きましたね、でも聞くところによると直前に怪我をして、そうですね、左足の腱をやってしまって、ちょっと本当歩くのができないぐらい、本当に片足をちょっと引きずりながら歩くような状態だったんですけど、ただちょっと対戦相手が周りはもう絶対棄権しろと、危ないから、そうですね、危ないですよね。そうなんですよ、まず怪我が悪化するっていうのもありますし、普通に殴られる競技なんで、ちょっと棄権した方がいいっていうことだったんですけど、ただやっぱ対戦相手もいることですし、対戦相手も試合に向けて減量とかしてるっていうのはこっちは分かってるんで、自分の苦しみがねあるから、さすがに自分逆の立場で、当日相手ができなくなりましたって言われたらすごい残念なんで、そこはちょっと相手にも失礼だし出るかってこと で痛み止め直前に飲んで出たんですけど、やっぱり片足で勝てるほど甘くないので、もう早々にボコボコに殴られて終わっちゃいましたね。テクニカルノックアウト、そうですね、途中で止められちゃいましたね。そうなんですね。いや、これは賛否あるかと思いますけれども、だけれども自分でね、その現状の苦しみとか、相手に失礼に当たるっていうところで、男気出したって感じなんですか。逆に僕が逆の立場だったら、なんだよって多分思っちゃうと思うんで、相手が怪我で出れないと言い出したら、怪我と言ってもね、そうですね、だからそこは直前に怪我した自分への戒めということで、殴られてきました。いやいや、殴られてきたって、でも本当大事に至らず良かったですよ。そうですね、ちょっと右の方が腫れたりとか、ちょっとハイキック受けたんで、右の後頭部あたりが打撲してるんで、痛いっちゃ痛いんですけど、でも今回多分骨は折れてないんで、早速今朝からトレーニングを再開して、さらりと骨は折れてないとかおっしゃるけど、もう健康大事ですよ。そうですね、本当に最近よく思います、健康が全てなんじゃないかと。お父様のねケースだったわけですから、いや本当ね、健康であることがどれだけ大事かっていうのは、親父の件もそうなんですけど、今年入ってから本当に結構知り合いの方が病気で亡くなったりとかしてて、そうですか、親父の件もありますし、当たり前なんですけど、本当にこう健康であることっていうのがどれだけ大切で幸せかっていうのは、本当になんかもう年明け早々、すごく実感することが多かったですね。森永さんの周りで訃報があったと今おっしゃいましたけども、演歌歌手の八代亜紀さんが去年12月30日に急速進行性間質性肺炎のため亡くなっていたことが分かりました。八代さんの公式サイトで発表されました。73歳でした。まだ若いんですよね。で、膠原病の一種で指定難病である抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎という、この急速進行性、この皮膚筋炎というものと急速進行性間質性肺炎、これを発症して、去年8月に、この活動を休止することを公式サイトで発表していたといいます。
で所属事務所によると8月下旬に本人から体調不良を訴える報告があり、複数の病院で検査を行い膠原病と診断され闘病を続けていたといいます。まあ、重ねて73歳ですからまだね。まあそうですよね、本当にこの病気っていうものに対してね、なんかこうすごい子供じみた考えかもしれないですけど、やっぱお父親の件もあるんでね、なんかこう病気を恨めしく思うというかね、なんでそんなものがあるんだろう、すごいですね、単純な怒りみたいなのをやっぱ最近病気に対して思うようになりましたね。はい、で活動休止について八代さんは、少しの間大好きな歌と絵から離れなきゃいけないのは寂しいけれど、必ず元気になって戻ってきますので待っててね、また皆様とお会いできる日を楽しみに頑張ります。まあ、このようにコメントしていました。昭和46年1971年にデビューし、73年に出世作涙恋、こちらを発売。その後愛の終着駅、もう一度会いたい、女港町、船歌、まあ、数々のヒット曲をリリースし、80年には雨の慕情で第22回日本レコード大賞の大賞を受賞されていました。まあ日本の音楽界、特に演歌の世界には欠かせない、まあ、女王とまで呼ばれてましたからね。そうですね、だから私もちょっと仲良くしてる方がイベントとかで実は八代さんをお呼びして歌っていただいたりしているのをちょっと聞く機会があったんですけど、やっぱり昔ちっちゃい頃ね、親とかが聞いてたりとかテレビに流れてたの聞いて育っていたので、直接歌を聞いた時は、本当にこう CD 通りというかね、全然こう CD とかだとね、中にはこういじってちょっと声をいじって上手くしたりとかって人いますけど、直接歌を聞いた時に本当にその音源そのものっていうか、やっぱプロの歌手ってすごいなって改めて思わされたっていう思い出もあったので、まあ、なんかねちょっと多分ついこの間ぐらいまで本当にこう元気に歌っている動画か何か見た記憶があったので、そういうイメージあるんですよね。本当にちょっとこのニュースを聞いた時に驚いたというか、ですから去年の8月に、まあ、活動休止発表していたということですからね。そうですよね、いや慎んで哀悼の意を表します。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、稼ぐ力移す株高。昨日の東京株式市場、日経平均株価33,763円で終え、バブル経済崩壊後の高値を2023年7月以来ほぼ半年ぶりに更新しました。企業の稼ぐ力、ガバナンスの向上、デフレ脱却に向けた日本経済の好転を期待した買いが牽引役だといいます。投資家は賃上げなど経済の好循環を24年以降に保てるかが注視をしているといいます。日経平均は前の週末に比べて385円 1.2% 上げ、1990年3月9日以来33年10ヶ月ぶりの高値水準をつけました。前日のアメリカハイテク株相場の大幅高を好感し、半導体関連株を中心に値上がりしました。FRB アメリカ連邦準備制度理事会の利下げ観測でアメリカ株が上昇する中、株高期待を高めた投資家の買いが日本株にも広がっているといいます。まあ、今年に入ってのこの株高ですけれど、森永さんはこれはどうご覧になってますか？まあ、やはりこう日本の経済がいい方に転換していくという期待感はあると思うんですよね。昨年の1年間で、まあ、その物価高ということだけで言えば家計は辛かったわけですけれども、まあ、ただ一方でこう賃上げも、まあ、大企業中心とはいえ30年ぶりの水準でなされた事実はあるわけで、まあ、今年も引き続きこうマイルドなインフレが維持されて賃上げが起こると、でそれが徐々に中小零細の方でも広がっていけば、まあ、いわゆるそのデフレ脱却という悲願を達成して、まあ、この30年間ぐらいずっともう低浮上というかですね、ずっと落ち込んでいた日本経済が転換するかもしれないという期待感、まあ、これがまず株高に現れているでしょうし、まあ、あとはその今年の1月からですね、新しいNISAというものが始まりまして、
まあ、なんかちょっと細かいデータまだ出てきてないんで分かんないですけれども、まあ、多くの個人投資家はアメリカとか世界の株を買いに行っている、まあ、投資信託を通じてですね、はい、買いに行っているという話は聞いてますが、まあ、ただもちろん一部のお金は日本株の市場には向かっているわけで、はい、まあ、それは新たな買い手としてもあるでしょうから、そういう諸々の、要因があっての株高だと思いますね。はい。で、失われた30年と言われてきましたけれど、上場企業の稼ぐ力停滞を脱していると、24年3月期の純利益 13% 増え、3年連続で過去最高になる見通しです。業績の裏付けが株高を支えている、まあ、これは日経新聞にこういうふうに出ていますね。で、12年末を起点に、企業株価指数ベース、この予想一株利益を見ると、日本は 2.7 倍でアメリカの 2.1 倍、ヨーロッパの 1.5 倍を抜いています。株高を引っ張るのが海外投資家です。23年日本の現物株を3兆円余り買い越してきました。春先からの買いを誘っているのは収益力や企業統治改革の評価だと言いますが、今後の株価ですが、また実体経済、これはどうなっていくと森永さんはご覧になりますか？そうです、まあ、株価に関して言うと、今の時点で日経平均の PR 株価収益率というのはだいたい15倍ぐらいなので、はい、そんなにこの株価が上がったからといって、いわゆるこうバブルだみたいな騒ぐ必要がある水準ではないですよね、はい、ただ一方でその15倍から先っていうのはなかなかですね、そうスムーズに上がっていく水準ではないので、まあ、ちょっとここからどこまで高値がいくのかなと。で、まあ、例えばその PBR、はい、株価純資産倍率ですね、これの1倍割れが非常に多いので、はい、まあ、昨年からその証券取引所からですね、なんとか改善しなさいということで、多くの企業が自社株買いとか配当して対応していたんですけども、はい、まあ、この PBR1 倍っていうところが、まあ、実際にちゃんと何ですか、達成されてくると、はい、まあ、単純計算3万6千円ぐらいっていうのが、はあはあ、まあ、日経平均で計算できるところなので、ええ、まあ、全企業が、まあ、その PBR1 倍っていう一つの尺度を達成するんであれば、まあ、それぐらいの理論上は数字になるんで、ええ、はい、まだ上値はそういう意味では期待はできるかなと思いますよね、はい、続いてはこちら。毎日新聞、地震保険加入率低い石川。最大震度7を観測した能登半島地震を受け、地震保険を提供する損保保険各社は対策本部を設置し、支払いに向け被害状況の確認を進めています。火災保険加入者の地震保険の加入率、地域によってばらつきがあり、被害の大きかった石川県の加入率は 64.7% と全国平均を下回っていることが分かりました。まあ、それにはですね、これらの地域で大きな地震の発生確率が低く予想されていたということも一因のようでして、まあ、一方将来的に大きな地震が予想される東京では加入率が 61.9% と平均よりも低かったことも分かっています。まあ、地震の保険料、地震発生の可能性だけでなく、地震に伴う火災の延焼リスクが高まる人口密集地帯があること、まあ、こういう条件で、まあ、金額が変化してきます。まあ、東京のこの地震保険料は保険金額1000万円の1年契約ですと27,500円、石川は7,300円、まあ、3倍以上高くなっています。まあ、これ災害が多発していることもあって、追加で保険料を払ってでも地震に備えたい人が増えるというのもこれ事実でしょうね。そうですね、はい、ただまあ日本の場合やっぱどれだけちゃんと考えて保険に入っているかっていうのは、地震保険だけに限らずね、ちょっと皆さん考え直した方がいいと思いますね。例えば地震保険に関してもこの発生確率っていうのはおそらく出てはいるけど参照している人少ないはずなんですよ。だって東京は起こりやすいってなってるのに加入が低かったりするわけですから、だからやっぱ今一度ね、自分ごととしてこう営業されたから入るとかじゃなくて、何が自分に必要なのかっていうのを各自がやっぱ考え直すいい機会なんだと思いますね、はい、時刻6時20分です。おはようテラちゃん。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。経済界の代表者や有識者らで作る人口戦略会議、昨日2100年の人口を見据えた人口減少対策の提言公表しました。人口が現状から半減の6300万人に向かう国立社会保障人口問題研究所の推計に危機感を示し、8000万人で安定化させることを目指すべきだと主張。国民と危機意識を共有して官民で取り組む国家ビジョン策定の必要性をこの強調して、内閣のこの司令塔組織、あと有識者らによる審議会の設置を求めました。提言ではこれまでの人口減少対策は危機意識の国民との共有や、若者の意識を政策に反映させる姿勢が欠けていたと指摘、8000万人で安定化させる定常化戦略として若者世代の所得向上や雇用の改善、東京一極集中の是正などに取り組むことを求めました。若者の意識を政策に反映する姿勢が欠けていた、まあ、これなんか今更かという感じはするんですけどねまあそうですね、やっぱりこの少子化だったり人口減少みたいなのはずっと問題点として掲げられてきていて、はい、まあ、特にその少子化の背景として大きいのは若者世代の所得の向上、はい、経済的な不安が問題の一つだと、まあ、これはもうずっと昔から言われていたわけですから、うん、まあ、これは当然早々に対応しなきゃいけないというのは間違いないんですけど、はい、ただこれの難しいところって、例えば経済対策をしましたといったところでですね、その初年度から効果が出るっていう話では全くないんですよね、はい、なのでちゃんと政策を考えて実施したとしても結果が見えてくるのってやっぱ10年20年っていう話なので、かかるでしょうね。まあ、日本はどうもこの大きなビジョンを見せてそれに基づいて着々とやっていくっていうのがどうも苦手な印象を受けて、はい、なんかこう目先のこういう予算をつけますみたいな、こう目先の話ばかりが出てきた、まあ、こういうことのつけでもある気はしますよね、はい、で同時に人口規模が少なくなっても成長力のある社会を構築すべき、まあ、このように強調しています。生産性の低い企業産業地域の構造改革といった強靭化戦略にもですね、並行して取り組むべきだと訴えました。また人口減少を補うための移民政策取るべきではないとしつつ、労働目的の、この定住外国人、長くこの定住する外国人に対する総合戦略の策定は喫緊の課題だとしています。まあ、人口減少を前提にした制度設計、まあ、これ様々な分野で求められるというのがこれでも分かりますね、うん、まあ、そうですね。だからこう安易にね、移民政策みたいなのはやるべきではないというこの提言は私も全く同感で、はい、まあ、それこそ日本であればね、 AI とかロボティクスを使ってなんとか人を少ない状態でも生産性を高めていきましょうっていう方に多分舵を切るべきだと思いますし、まあ、あえてね、まだ1月なんで明るい方に話を持っていくと、はい、まあ、確かに人口減っていくんですが、例えばこの8000万人っていうのを見ると、別にじゃあ G7 で見た時にね、8000万人っていうのが、それアメリカと比べたらっていうのはありますけど、じゃあそんなに人口の少ない国になるのかって言うと、別に8000万人いたらそうでもない、6000万人ぐらいですもんね、結構ね。で、何よりも日本の場合は健康寿命自体も高いですから、はい、そういうことをちゃんと考えていくと、そこまで悲観する必要もないかなと思いますね。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。最大震度7を観測した能登半島地震で、石川県は昨日県内の死者が202人になったと発表しました。このうち石川県珠洲市の6人は避難生活に伴う体調悪化などで亡くなる災害関連死で、今回の地震で初めて公表されました。避難所では新型コロナウイルスなどの感染症の拡大が懸念されていて、予防策の実施が急がれます。県内では405箇所の避難所でおよそ2万6000人が生活し、そして輪島市の2750人を含め3つの市町の市や町の3123人が依然孤立状態にあるといいます。断水は5万8000戸以上です。
政府は昨日47億円の予備費の支出を決定し、感染症の専門家などの派遣を増やすほか、暖房器具の供給加速、これを検討しているといいます。1月1日にこの能登半島地震が発生しましたけれども、まあ、それから1週間以上が経過しています。改めて森永さん、これはどうお考えでしょう？そうですね、やはり現地の気温とかを考えると非常に寒いわけですから、はい、まあ、その震災とかですね、津波火災をまあ免れて、まあ、避難所でまあ、こう生活してらっしゃる方もやはり今ね、ちょっと記事にもありましたけれども、はい、こう災害関連死といいますか、震災自体ではまあ怪我しなかったり亡くなったりしなかったとしても、やっぱりその避難生活がどうしても長引いてしまうと、はい、まあ、その中で体調崩されるという方もどんどん増えていくでしょうから、まあ、やはり一刻も早くですね、そういう方たちのまあ環境を改善していくための支援というものをも全力でやってほしいなと思いますね。そうですね。で、この避難所ですが、これまで運営に携わっていた地元の人々も、うん、まあ、正月休み明けで仕事に戻らなくてはいけない、はい、またはまあ壊れた損壊した家屋の片付けをしなくてはいけないということで、うん、今まで以上に人手が足りなくなってきているということなんですね。まあ、そうですよね。やっぱりこう最初の段階ではまずその崩れてしまった家屋とかに挟まれている方の救出とか、はい、まあ、いわゆるその72時間以内にとにかく助けられるもの助けないと、はい、まあ、一気に生存確率下がってしまうのでということで、最初はやっぱりそちらにこう全力をっていう話ですが、はい、まあ、そこからも1週間以上経ってきましたので、次は改めてね、他のことにもこうリソースが逆に言えば分散されてしまうので、そうなるとかなり手薄になってしまうところも出てくるでしょうから、まあそういう意味でもね、やはりこうまあ自衛隊の方であったりとか、そういう専門の方たちの手助けというのは本当に必要だなと思いますね。必要でしょうね。日が経つにつれ、加えて生ごみ、仮設トイレの排泄物の収集、まあ、これも追いつかなくなってきているということのようですね。はい、さあ、それではここからはですね、森永さんに能登半島地震政府の対応について話を聞いていきます。令和6年能登半島地震の被害、まあ、石川県によりますと、今も避難所で暮らしている方、まあ、先ほども、たくさんいらっしゃると、石川県で 26,158人という数字も出てきています。政府は昨日、今回の地震を受けて2023年度予算の予備費から47億4000万円を支出することを閣議決定しました。現地の要請を待たずに物資を届けるプッシュ型支援の費用に充てるといいます。47億4000万円支出ということなんですが、森永さん、この、まあ、金額含めてこのあたりどうお感じですか？そうですね、まずこの金額だけを見てですね、はい、非常にこう額がちっちゃいというような指摘っていうのもまあ見たりはするんですけれども、まあ、これは別にこれだけで終わりますっていう話は全くないと思ってまして、はい、まあ、まずは予備費からですね、目先の対策を迅速にしたいというだけの話だと思いますので、はい、あんまりこの金額だけを見てどうだっていう必要はないのかと思いますし、はい、まあ、当然必要に応じてですね、あの補正予算別途組んでいくことになると思いますから、はい、まあ、まずはこの金額なんだと、うん、いうことであって、はい、これで終わりだということではないという理解はした方がいいと思いますし、ええ、まあ、今こんな言い方をしてしまいましたけど、いや、そりゃそうだよねっていうのが僕の本音で、ええ、いや、まさかこれで終わるとは当然僕は思っていないので、はい、ええ、なのでそこはちょっと擁護する形になような発言になってますけど、はい、ええ、いや、当然他にまだやるよねっていう ね、言うまでもないかなと思ってますけど、まあ、これ岸田総理も言ってましたけれども、2023年度予算の予備費というのが4600億ぐらいあるから、はいはい、で当面これで47億4000万円出してということですね。はい、まあ、なのでその今この瞬間においては当然ながらその道が塞がれてしまっていたりとか、そもそもその何にどれぐらい必要かっていう調査をする前に、はい、まずは今困っている方を救うことの方が圧倒的に先決なわけですから、そういう意味では今具体的にどれぐらい必要かっていう算出ができる状況にもないし、はい、今それをやるべきタイミングではないんですよね、はい、なのでプッシュ型といって、とりあえずまあそういう詳細を見ずとも、最低限これは絶対必要だろうというものは過去の知見で分かっているわけですから、まずその詳細な調査を必要せずに、はい、
これぐらいだったらまず最低限絶対必要でしょうというものをまず先に出したというだけなんだと思いますね、はい、で岸田総理災害関連死を防止するために避難所の衛生生活環境を改善させる必要があるとして感染症の専門家などを現地に増員して派遣すること暖房器具の供給などこういったものを加速するよう求めたといいます。また避難者をですねホテルなど新たなこの避難先へ移動させ二次避難について病気がある人、高齢者、妊婦などを優先して進める方針も示しました、まあ、これも当たり前のことでありますけれども、まあ、一つでも多くしっかりとやっていただきたいところではありますね。そうですね、はい、まあ、ちょっと先ほどねその暖房器具の供給を加速するように求めたっていう岸田総理の話がちょっと紹介されてましたけど、たまたまちょっと昨日ですねある番組で実際にこう避難されている方のお話を聞く機会をいただけて、はい、まあ、やっぱり何が今一番必要なのかっていうのを直接当事者の方から聞いたら、まあ、とにかくやっぱり暖かくなりたいと、はい、でもちろんその食べ物飲み物としても暖かいものを食べたい飲みたいし、まあ、その暖房器具とかっていうのも欲しいと、はい、やっぱりこの避難所自体が、まあ、暖房設備が完備されてるわけでもないし、まあ、場所によっては本当にこのほぼ外界というか外の寒い空気に触れてなきゃいけないところもあって、まあ、当然先ほどもちょっとありましたが、まあ、その震災自体では別に怪我とかはしてないんだけれどもやっぱ避難生活をする長引くことによってやっぱ体調を崩してしまうっていうのが、まあ、当事者としても思うし実際周りを見ていて高齢の方とか持病を持っている方とかっていうのがやっぱりそれによって悪化してしまうみたいな話を直接聞いたので、はい、本当にこれは迅速にねプッシュ型って先ほどありましたけれどもどんどん積極的にそういう機材だったり、食べ物だったりというのをどんどん支援してほしいなって改めて思いましたよね、はい、まあ、一部の施設ではねこの広間に入りきれずに廊下にいたりとか、うん、あと、まあ、そこももうギシギシなのでビニールハウスに自主的にこの移動してなんていう方も、はい、まあ、先日いらしたなんてことは聞いてます。さて、松本総務大臣ですが今月4日能登半島地震で被害を受けた自治体の資金繰り支援するため2023年度3月分の特別交付税を前倒しで交付する方針を示しました。災害対応が財政的な支障で滞らないようしっかりとやっていきたいと強調しました。まあ、この自治体の資金繰り支援ということですが森永さんこれはいかがでしょう。はい、これはもう岸田総理の発言も前あったと思うんですがその財政的な制約で救わないっていうのは僕はもうありえないと思ってますね、はい、で別にその過敏な施設を作りましょうとかねそういう話をしてるんじゃなくて普通に災害にあって苦しんでる国民を救いましょうっていうだけの話をしてるわけですから、はい、そこに対して財政的な制約とかねそんなのは本当にあってはいけないわけですよ、その国民の命をなんかお金の優先するんですかっていう話ですし、はい、まあ、そこは間違いなくその財政的な支障で滞るなんてことはあっちゃいけないし、そもそもそんなのを議論しないでくれよと思いますけどね、はい、日本国として国民の命を守るのが第一義ですもんね。それが国の責務ですし、はい、別にその石川県にねなんか豪華な施設を作りましょうとかそんな話をしてるんじゃなくて困ってる人がいるんだから助けろよっていうすごく当たり前の話をしているので、はい、そんなことが大事なことがですよ、財政的なとかわけがないこと言ってなされないっていうのはありえないと思いますよね、はい、まあ、この特別交付税の各自治体への配分額あと具体的な交付の時期についてはですね調整を急いでいるということで、まあ、このでも配分って言ったっていやそうなんです難しいですよね。結局この財源とか言っちゃってる時点で先ほどの発言と矛盾を起こしてるんですよね、はい、要は財源がとかって言っちゃってる時点で、それって財政的な制約が存在していることを裏付ける発言になっちゃってるんで、いや財源も何もないだろうっていう話ですし、やっぱこんだけの非常事態でまだ多くの方がね困っているっていう状況がある中においてもこんな話が出てくるってことは、はい、まああってほしくないですが、そのうち復興増税みたいなやっぱ結局財源がみたいな話になって、はい、で普通に考えたらそんなバカなことないんですけど、はい、残念ながら我が国には実績があるんですよね、はい、東日本大震災ありました2011年ね、だから本当はないですよこんなバカげた話あるかと僕は思いますけど、残念ながら実績があるんで絶対ないとは言い切れない、
ですよね、はい、だってこれ人の生き死にかかってますからね。いやそうなんですよ、だからその財政政策金融政策ともになんですけれども、政策によってちょっと言い方悪いかもしれないですが人を殺すことができるんですよ。政策っていうのは誤った政策をしたらその結果として直接的にも間接的にも人が亡くなる可能性がある、はい、で政策っていうのは再度修正することは可能ですけれども、間違って政策をしたことによって亡くなった命っていうのは返ってこないんですよ、はい、それは戻せないんですよ、それだけ自分たちの判断っていうのは人の命国民の命を預かってるんだと、はい、で一度失敗したらそこで亡くなった命っていうのは戻ってこれないんだよと、はい、そういうことを考えて議論してくれないと、はい、ちょっとそのなんか財源困っちゃうんでねみたいな、そういうくだらない議論やめてくれと本当に思いますね、はい、あと考えてる暇もないですよね。いやそうなんですよ。なのでさっきの予備費でまずパッと出すと、こういう判断は僕はやるべきだと思うし、変にその金額が少ないからダメだって騒ぎ立てる人はないと思います、ないですね、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。まあ、いつもですとこの時間はですね、お父様である森永卓郎さんのコールセンター情報などを聞いてるんですけれども、はいはい、まあ、そのお父様ご存知の通り膵臓がんステージ4のですね診断を受けたことを公表した、経済アナリスト森永卓郎さん、先週去年の末にですね抗がん剤治療、まあ、これをスタートしたとおっしゃってましたが、この時の抗がん剤の治療がかなり辛かったようですね。そうですね、なんかまあ当然その一般論として抗がん剤を打つとこう副作用がきついとかね、はい、まあ、僕らも素人なんでこうドラマとか映画とか見てるとこう吐き気がすごいとか髪が抜けたりとか、なんとなくそういうのはイメージとしてありましたけど、まあ、ただ実際にやってみたらすごい辛かった、想像以上だったっていうのは親父本人も言ってましたし、まあ、僕自身もそんな親父を実際に見て、こんなにひどいんだっていう、ただもちろん相性の問題だと思うんで、その抗がん剤がダメだっていうよりは、うちの親父が少なくとも今回、打ったものは親父とは相性が悪かったんだなって話だと思いますが、ただとにかく辛そうだったのは間違いないですね。そうですか。もうだってなんか動くことができなくなっちゃったんですね。そうですね、だから本当にもうご飯も食べられないし、はい、もう本当に動けない状態で、なんか多分本人もなんかもう思考が回らないというか、はあ、ちょっとこうそんな中でも仕事をしようとはしてましたけれども、もう全然こう文字が打てないっていうかね、はい、文章が書けない作れないぐらいきついっていう話をしてましたね。あ、そうなんですね。まあ、少し話離れますが、低体温症もこの体の温度が35度下がって、はいはいはい、35度ぐらいになると思考能力もダメになるっていうことですから、まあ、おそらく、まあ、それとはちょっと違うんでしょうが、その思考能力が、まあ、抗がん剤の影響なんでしょうかね。まあ、そうですね、だというそういう状況で、それはやめたんですね。一旦なんか薬を変えたみたいな言い方をしてて、もうちょっと薬の専門じゃないんで、ちょっとあまりよく詳しくは知らないんですけど、薬を変えたっていうのを今週聞きましたね。そうですか、はい、でその薬を変えたというお話の中で森永卓郎さん先日ですね TBS のラジオ番組に出演、ってことはだからそのまあもう動けなくなっちゃったっていうところからはある程度元気になったってことですね。そうですね、僕もこの TBS のラジオも聞きましたし、はい、多分その後に日本放送の番組も出てる、そうですか、まあ、電話で出てたんですけど、まあ、正直なんかその声を聞いた時にびっくりしちゃったっていうか、はい、もう全然別人のように元気になって、あ、かなりだから元気になったと本人曰く、やっぱその新しく変えた薬のまあ相性が良かったんだと思うんですけど、ただびっくりするのがそんな変わるのっていうぐらいで、やっぱそのラジオって声だけしか聞こえないから、はい、こうラジオ聞いてる方って多分そのテレビ見てる人に比べるとすごくこう声とかで敏感に分かると思うんですよ、はい、で僕自身も父親の声なんでよくわかるんですけど、やっぱ先週とか無理してラジオ出てた時の声聞いてると、もう全然元気ないし、無理やり喋ってるなっていうのは聞いてわかるんですよね、子供なんで、ただこの間ラジオで聞いた声はもう本当にいつも通りというか、
だからそんなに薬一つで変わるんだっていうちょっと驚きがありましたね。薬にもだから改めて相性があるってことなんでしょうかね。みたいですね。なんかあれを見せられると相性っていうのは存在するんだって思わされちゃいますね。そうですね。本当に年末死にそうだったんで、本人も言ってましたし、僕自身もなんか冗談で、はい、いや俺もう来週死んじゃうよみたいなことを言ってんじゃなくて、いや本気でそう思ってんだなって思うぐらい体調悪そうだったんで、だそんなお父さん見たことないですもんね。いやないですないです。それがね、この間ラジオで喋ってたら急に元気になっちゃったんで、何なんだろうこれっていう感じでしたね、はい。でもそのがんの治療をされながらですね、メディア出演でこう働くっていう、改めてお父さん森永卓郎さんのパワーっていうのを感じますね。まあでもですね、まあ、本人も言ってましたけれども、結局普段こうやってラジオ出たりとかっていうのが、まあ、ある意味支えになってる生きがいみたいな、親父も言ってましたよ。やっぱそのステージ4だとかって言われた時に、まあ、一般論としてやっぱ余命何ヶ月とか半年か言われるわけじゃないですか、とまあ普通ね、なんかもう仕事なんか辞めちゃって旅行行って思い出作りしようかなみたいな発想ももちろんあるわけなんですけど、親父からすると別にそんなのやりたいとは思わなかったと、まあね、多分いつも通りの生活を送ってそのままっていうのが多分理想なんでしょうね。その生活が充実してるっていうね。そうですね。だから逆に変に病人扱いして仕事辞めさせたら逆に体調もっと悪くなりそうだなと思ってるんで、まあ、そこは僕としても母親としても好きにやらせたいっていうところですね、はい。でもこのままね、せっかく元気になったその声ですから、そうですね、このままこのまま言ってもらいたいですね。結局あれは何だったんだってぐらいね、思わせてほしいですね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。さて、東京羽田空港の滑走路で日本航空と海上保安庁の航空機同士が衝突、炎上し5人が死亡した事故、管制官が海上保安庁の小型機の出発順を繰り上げ優先的に離陸させようとしていた可能性があることが昨日関係者への取材で分かりました。国交省が公表した更新記録によると、海上保安庁の小型機が滑走路を担当する、飛行場管制、タワー管制と呼んでるんですが、まあ、この管制官とやり取りを始める前、現場となった C 滑走路の手前にある誘導路上にはすでに外国の旅客機がいたといいます。で、関係者によるとタワー管制の管制官は外国機の後にやり取りを始めた海上保安庁の小型機に対してナンバーワンと伝えており、被災地支援に向かう海上保安庁の小型機の出発、これを優先させた可能性があるといいます。で、管制官が海上保安庁の小型機に滑走路への侵入や離陸を許可した更新記録は確認されてはいませんが、小型機の機長は事故後海上保安庁の聞き取りに対し侵入許可が出ていると認識していたなどと話したといいます。まあ、こういうことが今までに分かってきているということなんですが、ちょっとこれだけでもまだ分かりかねますね。そうですね、まあ、だからこれ再発防止っていうのは絶対大事ですから、はい、もっとよりね、実際何が原因だったのかっていうのをもっと、まあ、明らかにしてほしいなと思いますけれどもね、ただ、まあ、よくあるパターンですけど、こう個人をね、はい、特定して誰がどうなんだみたいな話よりは、はい、まずはやっぱその再発防止っていうのを考えると、はい、まあ、そういう個人がどうっていうよりは、実際何が問題で何が原因でっていう、その一般論としてまずちゃんと処理をしてほしいなと思いますね。そうですね、本当にこの誰がやらかしたんだじゃなくて、どうやったら事故が防げるんだってところが第一ですね。はい。で、国交省はですね、緊急の対応策として出発機に対しナンバーワンなど離着順序を示す情報の提供をやめると明らかにしました。全空港で実施するといいます。担当者は離陸順序を伝えたことが事故の原因かは特定できていないとした上で、可能性を否定できない以上順序の伝達をやめるべきだと判断したといいます。また事故後ですね、羽田
空港では滑走路に入る航空機の監視システム常時確認する人員を配置して、この監視システムが導入されている6つの空港でも同様に配置する方針だといいます。まあ、このほか滑走路侵入に関する管制用語のパイロットへの周知徹底、滑走路手前のこの停止線を夜間でも見えやすいよう塗り直す、まあ、これはの主要8空港など、まあ、こういった対応を取るということですね。で、有識者らによる対策のこの検討委員会も立ち上げて、パイロットと管制官に対する注意喚起システムの強化、まあ、こういったことなども検討する方針で、まあ、こういったものはあさって12日に詳細を発表するとしています。まあ、ところで羽田空港で、まあ、日本航空と海上保安庁のこの航空機がですね衝突した事故から昨日で1週間が経ちました。で、一昨日には事故で閉鎖していた滑走路の運用、これも再開して発着数も事故前の水準まで回復したといいます。まあ、一方で事故の背景として羽田空港が世界有数の過密ダイヤで運営されている点を指摘する声もあります。国交省によると羽田空港の発着数1日およそ1300回、ピーク時ともなると1時間に最大90回に上ります。1分に 1.5 機が発着する計算、事故当日のこの状況をですね、国交省の幹部は容量いっぱいで使われていた、まあ、こういうふうに話しているといいます。まあ、このギリギリの過密ダイヤで運営されているということなんですね、羽田は。まあ、やっぱね、羽田も国際便が開放されてからはやっぱり、まあ、普通に僕もよく羽田使いますけど、本当にパンパンですよね。飛行機が待ってたりとか、そういうの見てますから、まだこの辺りなんですよね。結局その別に飛行機のこういう事故に限らずなんですけれども、やっぱりこう企業からすれば、まあ、利益を上げていかなきゃいけない、利益を上げるためにはどうすればいいかっていうと過密ダイヤを組むしかない、まあ、これ電車でもよくある話ですよね。で、過密ダイヤを組む一方で、やっぱこう日本らしさっていうのは、こう時間は守らなきゃいけないみたいな、でそういうことするとやっぱりこのダイヤを守ろうとして例えばスピード出しすぎちゃいましたとか、まあ、そういうことでね、過去にも事故が電車であったりしたわけですけれども、だそのあたりなんですよね。結局その利益を追求していった結果安全がおろそかになってしまうみたいなことは、これはね、別に飛行機限らずいろんな業種で見られる話であって、このあたりのその安全性をいかにまあ、最優先していくのかっていうところを改めてやっぱ当事者たちは見直さなきゃいけないですよね。やっぱりそのまあね、仕事っちゃ仕事なんですけれども、やっぱその仕事の中でも人の命を運ぶっていうのが、こう飛行機だったり自動車だったり電車だったりするわけじゃないですか。やっぱ改めてね、そういう人の命を扱っているんだっていう認識を持って考え直さないといけない部分もあるんじゃないかなと思いますよね。先ほど森永さん指摘のように国際線がね羽田空港に来て増えたと、30年で発着枠は倍増していると言います。あとイギリスの航空情報会社がですね実施した世界の混雑空港ランキング、まあ、これによると2023年は羽田空港が世界3位ですね。各空港に就航した全旅客機の総提供座席数で利用者数の多さをこれ推定している。羽田空港は、この5269万席に上ったと言います。まあ、これ羽田空港がこの5269万席で3位、じゃあ上は何があるんだというと UAE アラブ首長国連邦のドバイ国際空港が2位で5650万席、じゃあ1位はというとアメリカのアトランタ国際空港6122万席ということのようですね。まあ、こういう数字がまあ出ていると。ちなみに4位はイギリスのヒースロー空港、まあ、ということです。で、政府はですねこの訪日客の誘致拡大を進めているわけなんですが、羽田はすでに深夜早朝の時間帯を除いてフル稼働の状況だと。で、5本目の滑走路の追加構想もあるんだそうですが、羽田空港人気が高く航空各社が少しでも自分の会社のこの発着枠を欲しい路線で混雑の改善につながらない見込みだと。
まあ増やしたら増やしたでみたいなことなんでしょうねきっとね。そうですね、だからとにかくねやっぱりその例えばねお医者さんとかって目の前に患者さんがいて、なんかその命を預かってる感じするじゃないですか、はい、やっぱさっきも言ったんですけど、その飛行機とかねタクシーとかもそうなんですけど、やっぱお客さんを運ぶっていうのはある意味でそういう同じこと、はい、だって事故っちゃったりしたら、まあ、自分もそうかもしれないですけど、お客さんの、ね、命も奪ってしまう可能性があるわけ で、ね、まして飛行機なんていうのはね、はい、その事故の確率は低いのかもしれないけれども、はい、仮に事故が起きてしまった時っていうのは相当の確率で死亡率も高いわけですから、はい、そういうのを考えるとやっぱりこう、ね、利益が大事なのはそれは企業としては分かるんだけれども、やっぱ安全性のためにはこれ以上の過密はできませんとか、はい、そこの線引きはしてほしいなと思いますよね、はい、時刻7時16分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、被災支援機動的に支出。政府は能登半島地震の復旧復興支援で機動的に財政支出をする方針です。まずは緊急で水、食料、燃料、生活用品などを送るために47億円ほどをこの充てると。で、2024年度予算案を変更して予備費を、まあ、5000億円から1兆円規模に倍増して、災害状況を見極めながら順次国費を投じるといいます。で、予備費は自然災害や急激な景気悪化といった不測の事態に備え、使い道をあらかじめ定めずにこの毎年度の予算に計上しています。で、政府は昨日の閣議で23年度予算の一般予備費から47億3790万円を支出すると決めました。23年度はおよそ4600億円が残っていると言います。3月末まではこの被害状況や現地からの要望に応じて追加支出が必要になればここから賄うと言います。まず改めてなりますけれども、これは森永さんどう受け止めてますか？そうですね、はい、まずはスピード重視ですから、はい、まあ、少なくともどんな状況下においても被災者の方が必要とされるだろうと、まあ、水、食料、燃料ですね、このあたりはもうどう考えたら大事ですから、はい、まあ、そういうものにまず47億円を充てると。まあ、だからこれは先ほど言いましたけど、もうあくまで最低限必要なものをパッと予備費で出したと、はい、そのためになんかこう予算を組んでどうでってこう時間をかけるんじゃなくてパッと対応したというだけの話なので、はい、まあ、この数字自体を少ないだなんだっていう議論をする必要は全くないだろうと、はい、当然この後に、補正予算を組んで、まあ、その全体としての総額をまあ、見るための調査っていうのは当然必要なわけですよね。どこにどれぐらい何の復旧でお金かかるかってわからないわけですから、だからそれはそれで別枠で多分やっていくんだと思います、はい、で、使い道、インフラの復旧、被災者の生活再建、まあ、こういった費用を想定しているということですが、まあ、今回のこの令和6年能登半島地震、これはあの先日もお伝えしましたけれども、この地震で想定されている被害、あらゆる被害が起きていると言われています、まあ、建物の倒壊、はい、まあ、これはもちろんですが、あと津波、火災、土砂災害、液状化、まあ、これあらゆる被害がですね起きていますから、これかなり森永さん、この、まあ、復旧復興には時間もかかるし、ね、まあ、お金もかかるってことになりますね。まあ、本当にこの時期も良くなくてですね、非常に現地寒いわけですよ、はい、なのでそのね、その被災、直接的な火災とか津波とかでは大丈夫だった方たちも、はい、結局避難生活を余儀なくされていて、まあ、その避難先というものが、まあ、十分な住環境じゃないことっていうのは、まあ、当然のごとくあるわけで、はい、まあ、その中でずっと気温が低い中、寒い風にさらされてたりするとですね、そのせっかくその倒壊とか津波とかっていうのは免れたにもかかわらず、はい、避難先で亡くなってしまう、体調を崩してしまうっていうことは今後どんどん起きていくと思いますので、まずはやっぱそういう避難できた人たちというところをどういう形で、はい、まあ、非常にこう住環境のいい状態に、してあげられるのかというところがやっぱ
まずは喫緊の課題なのかなと思います ね、 そうですね。あとその家屋並びにインフラの傷み具合ですが、まあ、これもあの最大震度7、マグニチュード、ね、7.6 と言われてます。でこれ、単純計算なんでしょうけれども、この阪神淡路大震災の3倍近いエネルギーと言われてます。で、まあ、今回ですね、去年もこの地域っていうのは震度6レベルのこの地震、あの揺れに見舞われて、はい、でその時と比較しても、まあ、今回の震度7の揺れも全く比較にならないくらい、うん、あの恐ろしい強烈なものだったというこの発言が何人もからもあの聞けているので、ということは、まあ、同じ震度7とか言っても違うんでしょうね、うん、まあ、そうですよね、もう震度8、震度9とか震度10があるならば、うん、そのくらいのレベルの揺れにこう見舞われたようですね。まあ、やはりそのついつい我々この本震の大きな揺ればかりを気にしてしまいますけれども、はい、当然その前の前震だったり後に起こる余震でも、はい、もう普通の時に起きてたら大騒ぎになるようなレベルの規模のですね、震度6とか、はい、まあ、そのレベルが余震で何度も起きていく、まあ、そうするとその本震で崩れなかったとしても、はい、その後の余震、立て続けに起こる震度5、6レベルの、揺れによって、うん、実はその見た目上は全然普通に立っているんだけれども、例えば基礎部分が実はその見えないところでもう弱っていたりとかっていうこともあるわけですから、そう考えるとやっぱその見た目的に大丈夫そうであっても簡単にこう戻れるわけでもない、はい、そうするとやっぱりその安全を重視すると結果的にやっぱ避難所に行った方が安全なんだという話になった時に、やっぱさっきの話戻りますけど、じゃあその避難所の環境がどうなんですかと、で実際にね、当事者の方に聞いてみると、とにかくあったかくしたいと、はい、そういう暖房器具だったり温かい食べ物欲しいっていうのが、まあ、最初に上がってくる状態ですから、まあ、いかにその状態を早く作れるのか、これが大事ですね。やっぱその今現地にね行くための道路が寸断されていたり、はい、渋滞していたりっていうことで、まあ、そういう問題もあります。で待ってる間にね、本当こう体調崩される方一人ずつこう増えていってしまうでしょうから、はい、とにかくそこまずスピード感を持ってやってほしいですよね、うん、はい、で熊本地震では地震発生直後に23億円の予備費を捻出、拠出しました。で5月に2016年度第一次補正予算を編成し、災害対応で7780億円を追加で、8月には第二次補正予算を編成して東日本大震災への対応も含めた災害対応に1兆円を超える費用を計上していました、まあ、熊本地震の例はこういうふうになっているということですね。そうですね、だから本当に先ほどもちょっと触れましたけれども、当然この復興とか支援っていうことにはお金はかかるんですよ、はい、これは当たり前なんですが、ただやっぱりその国民の命を救うわけですから、はい、そこに対して財源がっていう話が早々に出てくるのはやっぱおかしいわけですよね。だからくれぐれもないと信じてますが、その財源が必要だからとかって言ってですね、復興増税とか、はい、まあ、直接的な名前はそれを使わなかったとしても、それに似たような効果のあるものをやるっていう判断は絶対に避けてほしいなと思いますね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、マイナス材料でも株高なぜ。日経平均株価が昨日バブル期以来の最高値を半年ぶりに塗り替えました。足元では経済の悪材料から金融緩和への期待が高まり、日米ともに株が買われている構図です。ただ株価を押し上げてきた円安、今後反転する可能性もあります。株価のこの統制が続くかどうか、今後本格化する春闘が一つの鍵になりそうだという記事です。日米の株価を足元で大きく動かしているのは金融政策の先行きをめぐる市場の見方です。日銀は2013年から始めた大規模な金融緩和を続けています。で去年の春就任した植田総裁の下で、この緩和策の修正を重ねてきましたが、本格的な転換には踏み切っていません。で今月22日23日に開きます金融政策決定会合で、マイナス金利解除などの政策転
年間に動くとの観測も市場にはくすぶっていました。しかしこの能登半島地震の発生により、当初の緩和維持を見込む声が強まりました。震災の日本経済への影響、これを見極めるためです。能登半島地震を考えると、マイナス金利解除の可能性というのは、これは森永さんどうでしょう。個人的には別に地震がどうっていうのはあんまり関係ないかなと思っていますね。でそれは別にその地震がどうでもいいとかそういう話をしてるんじゃなくって、そもそも上田さんってどんな話を最近してるのかというと、例えば12月の金融政策決定会合って、現状維持という判断にはなったんですが、その後日銀のホームページに上がっているですね、主な意見という資料が後日公開されるんですけども、そちら見ていると、これ別にそこの主な意見以外でも散々今までのインタビューでも言ってる話なんですが、やはりこの物価と賃金の動向を見た上でこのマイナス金利解除っていう話をしていくんだっていうのは、これ繰り返しずっと言ってるわけなんですね。で日銀のじゃあ物価見通しはいつ出るんですかというと、今月、そして3ヶ月後の4月なんですよ。なので日銀が物価どう見るのかっていう話は、今月もそうだし4月にも分かると、で一方で同時に言っていた賃金の話、でこれは実は1月の段階では分かんないわけですね。で例年その春闘云々の大体の方向感が見えるのが3月の中旬ぐらいっていうことを考えると、4月に物価の見通しを出すタイミングでは大体の賃金の方向感見えてくるので、そうすると4月に4月、マイナス金利解除っていうのは全然あり得るのかなと。でこれまでのその金融政策決定会合の後に発表されるその主な意見という資料をずっと見ていくと、やっぱりこのアクションする前にちゃんと指摘はしてるんですよ、例えば今までもイールドカーブコントロールの柔軟化とかっていうのをやるときって、その1ヶ月前の主な意見とかを見てみると、やっぱこうイールドカーブコントロール自体の弊害というか副作用みたいなところはずっと指摘していて、場合によっては修正しないといけないみたいなことをずっと書いてるんですよね。だそう考えると、その地震が全く影響ないかっていうとそんなこともないのかもしれないですが、ただその大きく上田総裁の考えを変えるほどの話ではなく、どちらかというと地震がどうというよりはやっぱりこの物価と賃金の話っていうのを 見定めていくっていう、こっちの方がどちらかというと政策決定の要因としては圧倒的に大きいんだろうなと思いますね。で一方この株価に逆風になりうるのが円高です。 FRB が利下げに踏み切る一方で、日銀が利上げに舵を切ると日米の金利差が縮まって円高に触れる可能性があると。円高輸出企業の業績を押し下げます。あるエコノミスト、株価は年前半はですね、この乱高下するのではないかと指摘。ただ円高傾向になったとしても、アメリカ経済が堅調さを維持すれば日本企業の業績は大崩れしない可能性が高い、こう見ています。為替の動き、これはどうなんでしょう。そうですね、だからもちろん日銀がマイナス金利を解除して、かつその後少し利上げをするみたいな話が年内にあれば、一方でアメリカでは利下げ観測があるので、そうすると日米の金利差を閉じることで為替が円高方向に動くっていうのは、これはもう従来から僕はずっと言ってるシナリオなんですよね。でただこれがじゃあ株高に対してどこまで影響を与えるのかっていうところ、ここは結構見物で、僕は結構マイナスになると思ってる側の人間です。それはなぜかっていうと、別に円高だからダメだとかっていう話じゃないんですよ。だって今回の多分金利差の縮小で円高方向に行くと僕は踏んでますけど、とはいえ言ってもですね、その1ドル70円台とか80円台みたいな円高ではなく、その1ドル151円とかから見たら円高方向だよねって話ですから、そう考えると、じゃあ例えば1ドル120円になりましたって、それ今から見れば円高方向だけれども、つい数年前まで見たら1ドル120円って円安だってみんな言ってたわけですから、その株に対してはその円高方向に動いたところで、その水準であればそれほど影響はないだろうと。むしろ僕は思っているのは、円高に触れていくことで輸入物価が下がっていきますと。でこれは僕の前から言ってるシナリオですけど、デフレに戻る可能性が、あるだろうと、こうなった時は株価にはめちゃくちゃマイナスだろうと僕は思ってます、なぜかというと、今の東京株式市場は外国人の投資家の比率が非常に高いと、
で外国人の投資家は日本に対して6時台でもちょっと触れましたが、まあ、いよいよデフレ脱却をするんだと、日本の経済が転換点を迎えているっていう期待感があっての買ってるわけですから、蓋開けてみたら、あ、実はまたデフレに突っ込んじゃいましたみたいな話になると、何してんねんって話になるし、はい、しかもお隣の中国は一歩先にデフレになってるわけですよ、はい、そうアジア圏大丈夫かという話になるわけで、アジア売りみたいなことも全然ありえるんですね、うん、だからその円高だから業績が悪くなってどうっていうよりは、むしろそのデフレリスク、デフレ回帰リスクみたいなところはあるかなと思いますよね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、今年の世界成長率見通し 2.4%。 世界銀行は昨日、今年の世界の経済成長率、前の年と比べ 0.2 ポイント減の 2.4% と見込む世界経済見通しを公表しました。見込み通りになると成長率の低下は3年連続となります。世界銀行は各国で進んだ金融引き締めの副作用ですとか貿易の停滞などが足かせになると見ています。23年の世界の経済成長率、6月時点の予測から 0.5 ポイント上方修正されました。でアメリカ経済が力強い個人消費を受けて上振れしたことが背景です。で23年のアメリカの経済成長率 2.5% で6月時点のこの予測を 1.4 ポイント上回りました。24年の見通し 1.6%、 貯蓄が減少する中、景気抑制的な金融政策が経済活動を圧迫すると見られています。まあ、ただ今回の見通しは6月時点の予測の2倍と言います。アメリカの経済、これ堅調ということですかね。そうですね、まあ、僕は去年ちょっとこう経済の見通しとかをしていて、完全に外したのはやっぱこのアメリカの強さなんですね。ここまで強いかっていう、強かった、はい、やはりその金利をね、インフレ対策ということでガーッと思い切り上げてったわけで、それの影響、経済の影響っていうのはそれなりに出てくるかなと思ったんですが、まあ、少なくとも昨年時点ではそれほど見られなかったですね、その影響は。まあ、ただ一方でやっぱりこの金融政策っていうのは、まあ、効果が別にすぐ出る話じゃないんですよ、やっぱある程度遅効性があって、その影響っていうのは良くも悪くも、いい意味での効果も悪い意味での副作用もやっぱ遅れて出てくるので、まあ、その遅れて出てくるタイミングが、僕はちょっと去年出るかなと思っていたのが出なかったですけど、今年それがちょっと出てくるって話になってくれば、まあ、今時点のこのアメリカの強い予想っていうのは多少下方修正される可能性があるかなってちょっと踏んでますし、逆にそれはイコールアメリカ経済だけがダメですねというわけではなく、当然このグローバル化している世の中においては当然他の国も引っ張られるでしょうから、そうすると世界経済全体としてこのアメリカの経済がまあちょっと下方修正されるっていうのは、世界経済全体で見てもまあ、ネガティブ要因、リスク要因として考えられるかと思いますね、はい。まあ、中国経済、世界経済の重し、24年のこの経済成長率は 4.5%、 新型コロナ流行の悪影響を受けた20年と22年を除くと過去30年余りで最低です。6月時点の予測から 0.1 ポイント下方修正しています。不動産部門の混乱が続き、個人消費が低迷していることが背景にあると。25年の経済成長率はさらに鈍って 4.3% となる見通しだと言います。まあ、中国悪いのが数字でも出てきてますね。そうですね、だからまあこれは日本にとってはね、最大の貿易相手国ですから、当然日本が中国経済に引っ張られてしまうっていうのは十分ありえますし、まあ、その経済以外の話をすると、国内がボロボロになってるって時に当然不満が高まりすぎるとまずい国なんですよね、そうなった時にやっぱその矛先を外に向けたいってなった時に、今月総統選になる台湾、こことの関係性を中国がどう利用してくるか、もう3日後ですよね。そうですね、で、まあ、当然、まあ、そう簡単に有事が起きるわけではないとは思いますけれども、まあ、仮にその台湾で有事が起きた場合、これはイコール日本有事に近い、全く影響がないなんてことはないですから、まあ、そういう意味ではちょっと日本はこの中国経済っていうのは、まあ、その自国のことのようにケアしていった方がいい話だと思いますね、はい、時刻7時35分です。時刻7時36分です。
今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。まあ、先ほども台湾総統選の話出てきましたが、今週土曜に投開票される台湾総統選、中国政府の関与が指摘される選挙介入疑惑というのが相次いでいるといいます。中国系の動画投稿サイトが使われ、与党民進党を敵視する内容が多いとみられ、若者らを狙ってかフェイク偽物の調査ですとか動画、これが発信され、中国に融和的な野党国民党を後押しする意図が透けて見えると言います。台湾のネット利用者の間で去年末アメリカ下院議員の動画で拡散されました。この議員がですね、メディアに台湾の民進党は他の野党より優秀だと語り、民進党支持を公言したという、こういう偽情報でした。で、 NGO 台湾ファクトチェックセンターの調査では、中国系企業が運営する動画投稿アプリ TikTok が発信源とみられました。2年近く前の映像が改ざんされて、選挙に対するアメリカの中立性を疑わせて、アメリカに対する不信、これをほのめかす内容となっていました。11月には中国国内版 TikTok Twin で台湾軍が中国軍の行進曲を演奏したとする偽の動画も拡散。台湾は中国の一部だと思わせ、中国と距離を置く民進党の姿勢に疑問を抱かせる作りとなっていたといいます。中国国内版の TikTok Twin は中国政府のコントロール下にあるためにですね、投稿の削除を求める方法、これがないということです。ということはもうその偽情報がずっと出ちゃってるということなんですね。いや、今年はね、はい、選挙イヤーといいますか、はい、30億人ぐらいが、ね、自分の国のリーダーを決める選挙に、有権者がそれだけいるっていうね、人類史上初だみたいなこと言われてますけれども、はい、まあでもやっぱ一方でね、こういうフェイクニュースみたいな AI を使ったものっていうのは、はい、今年はすごくね暗躍するだろうなと思いますよね。もう今本当に SNS とか見ててもよく分かんないというか、本当にこう本物なのかフェイクなのか分かんないような動画が出回ってますから、まあ、今回の選挙ね、各国でやっぱそういうのが使われていくんだろうなと思いますよね。まあ、もうこの能登半島地震に関するね、フェイクも出てますからね。いや、でも本当に毎回不思議なんですけども、例えば東日本大震災の時の動画をね、はい、今回の石川の震災の動画として流しているアカウントとか SNS で見たんですけど、それ何の意味があるのかなと思って、全く無意味っていうか、まあ、回数稼ぎって言われてますがね、本当ね、迷惑以外の何物でもないですし、そんなんで金稼いで嬉しいんか、お前はと、思いますよね、本当に。はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。能登半島地震で日本地理学会のチームは、昨日までに半島北側の海岸線がおよそ90キロの範囲にわたって沖方向に前進したという調査結果を公表しました。大部分が地盤の隆起によると見られています。海岸線の前進、最大で石川県輪島市の、この大部分がですね、このその240メートルくらいですね、全体でおよそ 4.4 平方キロが新たに陸地となったといいます。で、日本地理学会のチームの広島大大学院の後藤教授、准教授によると、漁港が干上がるほど隆起した場所では漁船の出入りができない、漁業への影響は大きいと見られると指摘しています。陸側には過去数千年に作られた同じような地形が残っていて、今回陸地となった場所が元の海底に戻ることはないだろうと予想しています。それぞれの場所の具体的な隆起の高さ、これはまだ分かっていないんですが、国土地理院は輪島市西部で最大およそ4メートルの隆起を観測しているといいます。いや、これ漁業への影響も心配ですね。まあ、そうなんですよね、はい、まずこの地震が起きた時にやっぱ最初はまずね、倒壊した建物とかに、はい、
埋まってしまった方たちのこう救出、はい、そしてその後今ぐらいの時期になると今度避難者をどうただあの、はい、ちゃんといい環境で住んでいただくか、でその次のフェーズってなってくると、はい、まさにこういう漁業にまあ、代表されるようにですね、はい、まあ、農林水産業この辺りの支援ですよね、はい、まあ、こういうところも徐々にやっていかなきゃいけないと、いうことになるかと思いますね、はい、でチームは地震発生後に人工衛星上空から撮影された画像を地震前のものと比較しました。能登半島沿岸全体で海岸線の地形の変化を分析してみると半島北側の珠洲市から志賀町にかけて広い範囲で海岸線が沖方向に前進したといいます。七尾市など富山湾側では大きな前進は見られず、穴水町では、沈降したこの沈んだですね、可能性がある場所もあったといいます。まあ、こういったこの知見の積み重ねが少しでも今後の災害対策につながるといいんですがね、うん、まあ、そうですね、まあ、日本は全然いいことではないですけども、はい、結局地震とかね、水害が非常に多い国なので、はい、まあ、そういう意味ではその都度知見も溜まっていってますし、はい、逆にそういう知見があるからこそ今回プッシュ型といって被災者側にヒアリングをまずせずに最低限これは必要なら間違いないと、はい、そこの迅速に支給していくっていうこともできているわけですから、まあ、本当はね何も起きないでくれることがベストではあるんですが、まあ、起きてしまった以上やっぱこう知見も同時に貯めていって将来に生かしていく、はい、まあ、もしねここで知見が貯まれば場合によっては他国にも提供できて、っていうこともできますから、はい、まあ、こういうとこはね同時並行でどんどんやっていった方がいいと思いますね、はい、まあ、今回も今のところこうではないかというのがその活断層というのがね、まあ、傷ですけれども、うん、それが今まで分かっている活断層ではないこの断層が、いくつか4つぐらいあってそれが動いて、それがまあほぼ同時にこう動いていって150キロぐらい、はい、まあ、こういう動きがあったなんていうふうには言われてますけれども、ね、将来的にはもうピンポイントで、ね、予想できるようになってほしいなと本当に思いますね、はい、難しいとは思いますけど、そうですね、まあ、いずれにしても今回もこの隆起したっていうので、うん、この海上自衛隊のですね船が近くまで、入りきらなくてホバークラフトを利用したりとか、うん、まあ、大変な思いもしてるわけですけれども ね、まあ、今後これ本当に一日も早く避難所に暮らしている方も快適なより快適な生活に近づくことを祈るばかりですね。はい、今朝のコメンテーター森永康平さんでした。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おかようてらちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。